皆さんこんにちは、プロレスアカデミーの吉村です。飯沼です。はい、じゃあ今日はまた飯沼持ち込み企画ということで、はい、お願いします。はい、今度はマーチですね。はい、前回カンカン同率をやったんで、はい、マーチで一番わかりやすい大学はどれ、はい、徹底比較してみたです。はい、はい、お願いします。よろしく。はい、で、まあ、マーチってまあまあ関東の難関次第ですね。はい、まあ、総研に次ぐ、まあ、マーチって言われてるんですけど、はい、まあ、明治大学、はい、青山学院大学、はい、で立教大学、中央大学、厚生大学ですね。はい、この5つを、まあ、いろんなあの面から比較してみて、はい、どこがまあ一番わかりやすいのかなっていうのを、はい、比較してみようという企画です。何学部も選ばず、うん、あ、そうです。もう大学でどこが分かりやすいのか、なんとか入るにはっていうのね。うん、そう、はい、はい、一応まず前提としてよく言われる序列というか、はい、まあ、順番だと、はい、まあ、本当このマーチの順番通りみたいによく言われてて、ね、はい、まあ、本当それがまず合ってるのかみたいなのを、はい、偏差値、うん、倍率、はい、あと問題の難易度、あと受験回数ですね。はい、まあ、文系だったら何回挑戦できるのかとかを比較してみて、はい、比較してみました。はい、偏差値はまず、こちらになります。はいはい、あの一番高い偏差値でのが立教なんですよね。はい、まあ、ちょっと特殊な学部があってね。はい、そうですね、異文化、はい、コミュニケーションなんですけど、はい、まあ、偏差値が高いってなってるぐらいでってとこではあるんで、うん、そうですね。でも、まあ、やっぱりよく出るのは、まあ、中央法政が同じなのもそうです。はい、まあ、意外と青山学院が偏差値だけで見たらこの2つと同じぐらいの値になってるんで、そうですね、偏差値だけで言うとね、うん、出ますね。はい、まあ、ただ青山学院がその入試傾向が変わって、はい、共通テストをもう受けなきゃいけないとかっていう方式もたくさんあるんで、はい、まあ、参考程度に、はい、あの見ておいてください。はい、次ですね、次実質倍率ですね。はいはい、で、比較してみると2022年度はこういった形、はい、あの2023年度はこういった形になってます。はいはいはい、意外にも法政がもうダントツで高いんですね、実質倍率は。はい、でしかも首都圏だと早稲田が、うん、5.7 倍ぐらいで一番上で、はい、で2番が法政っていう順位になってくるんで、意外にもまあ法政がこの中だと倍率的に高いっていうような結果になってます。はい、まあ、次問題難易度なんですけど、はい、まあ、問題難易度これ特に私立の個別試験とかいろんなパターンがあるんで、はい、まあ、あくまで参考程度って形なんですが、はい、まあ、一応問題難易度はこういった形に、となっていて、はい、これで見ると正直、はい、特段なんかこうマーチ内で、うん、あの難易度に差があるわけでもなくて、はい、まあ、ただ若干言われてるのが中央とか法政で特にあの私立文系の方がマーチって多いと思うんですけど、はいはい、まあ、A 国が若干まあ難しいかなぐらいの感じで、はい、うん、それ以外はまあ基本的に標準レベルの、はい、問題というふうになってます。はい、その受かりやすいよねって言われてるその何ていうんですか、うん、中央とか法政の方が問題簡単かつつ、はい、そういうわけではないんで、そうなんですよね。はい、うん、まあ、どんどん入試問題自体が、ね、難しくなってきてる部分がありますので、はいはいはい、まあ、総計に受かる人たちだから、うん、マーチの問題余裕で解けるとか、まあ、満点取れるみたいな話ではないので、うん、はい、意外とちゃんと難しいですね。うん、で次が、最後受験回数ですね。はい、はい、で比べてみました。でもこれ今回共通テスト応利用とか、まあ、抜いて一般選抜のみというか、はいはい、で、回数を数えてあります。で明治がですね一応2種類ありまして、で、まあ、文系と最大8回、はい、で、理系だと、まあ、4回かな、はいはい、であって、まあ、あの全学部日程なんで一つの、はい、入試の試験で、複数学部併願できるっていう試験と、また学部別ですね、はい、の試験があります。はい、で、まあ、青学でいうとこれがちょっとややこしいんですけど、はい、2種類これも同じく全学部と、はい、個別試験ってあるんですが、はい、その最近入試結構変わって共通テストを併用するとこれマックス文系14回ぐらい受けられるんですけど、はい、まあ、そんなにまず受ける人いないっていうと共通テストこれだけ入っちゃうんですよ、どうしても。はい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 、なんで、まあ、あのどんだけ多くても、まあ、単体で見たらまあ6回ぐらいとか、うん、まあ、それぐらいにやっぱりなります。はい、ただまあマックス一応14回ぐらい共通テスト利用の併用テスト併用っていう試験を受けると受けられたりします。はい、で立教は3回になってます。はい、で立教は、この中だと珍しくて1種類しかなくて、はい、あの2021年度から、うん、あの入試傾向自体変えたんですけど全学部のみになってて、うん、だその代わり文系最大5日間日程が分かれてるんで、はい、5回受けれて、理系だと2回ですね、受けることが可能になってます。はい、次が中央大学ですね。はい、中央大学もまあ2種類で文系最大8回、はい、で理系が2回っていう風になってます。はい、でも中央大学もまあ同じく6学部共通選抜って、まあ、全学部入試みたいなのがあって、はい、まあ、あと学部別ですねの試験に分かれてます。はい、で最後法政ですね。法政も2種類で、文系最大6回、理系最大、はい、3回で、まあ、全学部の T 日程っていうものと学部個別の2つに分かれていて、はい、あのマーチはどれも私立なんで受験回数はね、あの、うん、結構多いですね。うん、特に文系寄りの、はい、大学が多いので、うん、文系の方は、多い受験回数ができるようになってます。はい、この
受験回数でいうと明治とか中央結構チャンス多いなっていうイメージなんですけど、うん、まあ、青学とかちょっと入試傾向特殊なんで、はい、6科目入試とか4科目入試とかいろんなのもあるので、うんうんうん、その併用してみるとさらに受験チャンス広がるかなっていうようなところです、うん、まあ、そこまで手広くやれる人はね普通に受かると思いますので、まあね、そうなんですよね、はい、まあ、一応回数で見るとそういった形になってます、はい、でまあ、結論ですね、はい、マーチの中だと、まあ、個人的には、まあ、よく序列的と法制が一番、ね、下とかっていうふうに言われちゃいがちなんですけど、まあね、ちょっといじられたりしてもらうのもしてるもんね、はい、なんですけど一応個人的には中央大が分かりやすいかなっていうのがあります、はいはい、狙い目、はい、狙い目です、まあ、キャンパスがまず八王子っていう、うん、そうですね、東京の中で、まあ、人気のところで言うとね、うん、この中だとやっぱ遠いっていうのがまず一個あって、はい、そうですね、でさらに、まあ、あの経済学部とか商学部、まあ、いわゆるその人気のある、はい、学部があのその八王子キャンパスにあるんで、うん、まあ、そこが狙い目かなと、はい、ただ法学部だけ今年から茗荷谷っていう東京の結構都心の方に移っちゃったのもありますし、はいはい、元から移っちゃったっていうか、まあ、いいことなんですよね、まあいいこと、まあ、はい、この方に関しては、はい、あのいいことなんですけど、でもともと名門なのもありますし、うん、ここは多分そうです、ね、あの来年とかも倍率が上がったりとか、はい、人気になっちゃったりすると思うんで、はい、うん、まあ、個人的には経済とか商学部とか狙い目かなと思います、はい、まあね、結構いろんな人が無難に志望する学部だけども、ね、まあ、場所も、うんうん、がちょっとまあ良くないって言ったらあれですけどね、うん、思い描いてる東京での学生生活とはちょっとアクセス悪くなってしまうんでね、そうですね、はいはい、ただまあ僕のなんか周りの経験談とかで、はいはい、いわゆる逆転合格です、はい、意外と受かったっていうのが多いのが法政大学、はい、で僕の実際友達の例で言うと日大とか東洋を落ちちゃったけど、うん、はいはいはい、法政には受かったっていう人いるんですよ、はい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 、実際にいますね、いますね、はい、多分これは要因として法政が若干その問題が難しいところがあって、うん、たまたまその入試当日にうまくいって、はい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 、そこは受かるみたいな方とかもいらっしゃるんで、はい、全体的に中央大がおすすめなんですけど、うん、まあ、そのワンチャン、いわゆるワンチャン狙いで言うと、はいはいはい、法政とかもおすすめかなと思います。問題難しいって聞いたら受かりにくいと思っちゃう人多いんですけど、うんうん、まあ、そういうわけではなくて、はい、難しくしすぎると差がつかないんですよね、うん、そうです、だから頑張ってきた人がむしろかわいそうみたいなところが、はい、簡単でちゃんと勉強してたら取れるよねっていうレベルの問題ほど差がちゃんと出やすいので、はいはい、そこも含めてその、うん、あの大学ごとの入試問題の難易度を見てほしいなと思いますね、うん、はいはい、で特に法政の中でいうと、はい、まあ、多摩キャンパスっていう、うん、まあ、その中央と同じようにちょっと遠め、はい、あの東京の郊外の方にあるんですけど、そこにしかも経済学部とか社会学部とかっていう、うん、まあ、今人気の学部が法政もあるんですね。なんでそっちの方を狙ってみるといいかもしれないです、はい、で、まあ、あとプラスアルファであの明治青学立教、こっちはまあそれこそ難易度的には難しいっていうふうに言われてるんですけど、うん、その中でもやっぱり東京以外のキャンパスってやっぱり倍率が低かったりとか、うん、狙い目っていうのを言われてて、うん、やっぱ皆さん東京の都心というか、はい、まあ、アクセスいいところに、まあ、行きがちなんで、どうしても、はい、でそれでいうと、まあ、明治だったら生田キャンパスって、まあ、神奈川にこれあるんですけど、うん、まあ、理工学部と農学部は、はい、あのやっぱり狙いやすかったりとか、まあ、あと青学でいうと相模原キャンパスっていうところがあって、はい、まあ、ここも理工学部と、社会情報学部と地球、社会共生学部コミュニティ人間科学部っていうのが神奈川にやっぱりあるんで、はい、ここもやっぱり偏差値とかあとは倍率的には若干低めに、はい、あの他のとかと比べると出たりもします、まあ、あとあの立教大学だったら新座キャンパスもこれ埼玉にあるんですけど、はい、観光学部、コミュニティ福祉学部、あと現代心理学部っていうところですね、うん、はい、看板ではないですけど、まあ、観光学部とか珍しかったりするんで、まあ、こういうところを受かりたいなとか受けたいなっていう方とかはあえてこうちょっと都心から離れたキャンパスを狙ってみるのもおすすめかもしれないです、はい、まあ理系の人に向けて言うんですけど、理系の人でめっちゃリッチいところで学生生活をみたいなのはあんまり望まない方がいいです、うん、そうですね、はい、研究施設に、まあ、はい、場所がいるわけですよ、はいはいはい、わざわざ一等地でやる意味っていうのは2みたいなところになってくるんで、はい、もうそこは諦めましょう、はいはい、また概要欄に URL 載っておりますパラレスアカデミアの公式ホームページでは無料の受験相談と資料請求を受け付けております、はい、はい、塾を探している方ですね、また無料で受験の相談をしたい方、ぜひ、ご応募お申し込みください、はいはい、また、概要欄に載ってます私の公式 LINE の方ではですね、月に1回限定公開で YouTube ライブやってますので、うん、LINE 登録者さん限定で、はい、私に対して質問相談ができますので、友達追加またの方はぜひしておいてください、はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら。